対決。さあ始まりました、麻雀最強戦2021全国アマチュア最強位決定戦シータク戦です。まずは対局メンバーの紹介です。トンチャに盾村、ナンチャに桜井、シャーチャにミキ、ペイチャに岡田の並び、トンの一曲ドラはローマンです。なお麻雀最強戦は一発裏ドラあり赤ドラはありません。予選は1回勝負で1名が決勝戦への勝ち上がりとなります。さあまずは4社の手配からご覧いただきましょう。親の盾村、ドラはローマンです。うん、悪くはなさそうだ。メンツはありませんが両面が2つあってドラも使いやすい格好。まずは白から、なんちゃの桜井、これもいいぞ。2メンツ完成している。まずは9ピン。シャーチャのミキはシャーが統一、マンズで両面があります。ペイチャの岡田、ここが一番厳しいか。さあ梶本さん、はい、4社の手配ご覧になっていかがでしょうか。まあ、形だけで言ったらもう桜井さんがかなりね、圧倒的な感じもしますけど、はい、まあ、親番の盾村さんもね、あれぐらいのハイパーもらったらちょっと先手取りたい、先手っていうかリーチかけたいですよね。あとの2人はちょっと最初はちょっと厳しそうですよね。そうですね。さあ親、あとこれで桜井がいいシャンテンですね。サブロッピンと6球満、ドラのローマンを引け込めれば、理想的な天敗だと言えましょう。ミキさん面白いじゃないですか、今ランスを切ったりして、はい、高い遅そうなんで高く狙っていこうかなみたいな感じも受けましたけどね。盾村ここでチュンが重なります。親番場を見まして、ここはペイ。さあこれは理想的ですね。リーチ。さあ会場にのぶとい声が響き渡りましたね。リーチと雰囲気ありますよね。ありますよね。強いおじさんのオーラをすごい感じます。はい、この桜井は2年連続でこのステージまで進出してきています。梶本さん、これってすごいことですよね。そうですね、はい、やっぱそのテンポ予選はある程度回数を打つことで、回数というかチャレンジすることでね、はい、勝ち抜けるんですけど、やっぱりそのおなんだこれ、トンナンシャーが統一、あペイがちょっとね、ないのか、自分で来ちゃってますね。はい、その地方最強位は本当に数十人いる中で一番にならなきゃいけないんで、はい、そうですね、そこがやっぱりどうしても超えられないですよね。この桜井は昨年は中部最強位、今年は北関東最強位として出場しています。さあリーチを受けた親の盾村はチュンで一回回りましたが、ドラ統一ですから、宇多田さんどうですか。ただ形はちょっと厳しいですか。形悪いんですけど、はい、まあ親番ですし仕掛けていっても良さそうですよね。とりあえず667のチーマンとかは現物ですし、はい、攻められる手格好ではあるのかなと思います。なるほど、あこれは引き締まりましたね。いいですね、いっぱい引けば麻雀見違えます。どう攻めるかですね。ドラはローマン、ここは数層3枚切れ見て、まあ、官老層はしょうがないと、ウースを切っていきました。まあ中筋ですし、あ、テンパイじゃないですか。テンパった難を切って老層短期のチートイツ、とりあえず残った老層で、はい、あとはまあ待ち替えでリーチいきたいですよね。そうですね。さあ最初のテンパイは桜井がサブローピン、これもなかなか怖いところ。いやー怖いですけど、サブロー層がワンチャンスなんですね。で6球差通ってません。パーソーが2枚見え、テンパイキープのウーピン切り、ローソー切り、あ失礼しました、ローソー切り失礼いたしました。ただどこまでこの形で押せるかですよね。そうですね、ウーピン短期だと、あこれ当たり牌、しかも切らなきゃテンパイしない。そうですよね、ロン、はい、裏ドラ1枚は大きい。まずは桜井の大物手、リーチピンフドラ裏8000点の上がりとなります。宇多田さん、今ミキの麻雀はいかがでしたか。はい、いやしょうがないんじゃないかなと思います。まあ、トン一局で、はい、あまりにも受けに回っちゃうのもっていうところもありますし、まあ、かわせたら大きい方ですからね。うん、そうですね、まあ、報酬も致し方なしといったところかもしれません。さあトンの2局と変わります。親は変わって桜井です。桜井北関東最強位、なんか、はい、会社にお勤めなようなんですが、はい、30人ほどの部下
30人ほどの部下の方がいらっしゃるそうなんですね。で、部下の方全員にはアマチュア最強決定戦を主張するように業務命令をしてきたそうです。おー、じゃあ今部下の方が、はい、一生懸命応援していると。そういうことですね、はいはい。でこの後出てくる D タプの吉野さんは同じ会社の人らしいんですよ。ああ、なんか、はい、こんなことがあるんだと思って、ね、どれだけ麻雀盛んな会社なんだよと思いましたけどね。はい、まあ、桜井さんだけだったら見ないけど、まあね、吉野さん出るんだったら一緒に見るかみたいな部下思ってたら、部下の人だからね、思ってたら面白いですけど。そうですね、これ2人とも決勝で当たりたいでしょうね。ねえ、はい、せっかくならね。さあ、との2曲ドラマウーマンです。こちらが岡田、北海道代表、立村です。2面完成しています、うん、ドラがないけど、まあまあ形的にはね、はい。あ、それもリアンピン引き入れた。この幹がいいですよ。いいですよね、これは。いいですね。ドラ2つ使えそうですよ。さっきの失点をすぐに取り返すかもしれませんね。両面両面、いい形、チャンス。クライさんはちゃんとまで見たいんですが、でも普通に行きましたね、スピードで見切りましたね。聞いたんですけど、いい方ですね、これは。あっさり、うん、さあ、ここはミキのリーチ、先ほど失った8000点をすぐに取り返しに行く。一発ともや裏ドラ次第では3000、6000もあるぞ。大物手ですね。パーソーありますね。パーソー3、嘘1、おお4。さあ、ミキ積もるか、シニアの星、チピン。いやー、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。はい、うん、対抗するのはこの、あー、でもパーソー捕まりましたね、うん、ちょっと受けた。あの、そうですね、チーピンチーピンって出ちゃったんで、はいはい、ちょっとやる気もね、あの、ちょっとしょぼんってなりそうですよね。トーンダウンはしそうな感じでしょうか。あの、トミー局からやっぱり8000点補充しちゃうと、はい、まあ、ちょっと嫌だと思うんですよね、はい。でもこういう風にすぐ挽回の手が入ってくれると、うん、ちょっと気持ちもね、盛り上がりますしね。そして、うん、盾村回ったんですけど、そう、形よくなってますし、シーソー引ければね、神様みたいな感じなんですけど。そうですね、リャンウソでもダメだし、大体リャン目入ったらダメでしょうね、リャンウピンでも。ドラじゃないですね、ドラウマですね。そうですよね、これ盾村ピンチですよ。強烈な危険牌を掴んだら回るもあるか。あー、このハンドどうしょんぱい、さあ、桜井さんはここは見送った、動かず、8000点のリードあります。梶本さん、はい、早くないですか。早いです。早い。多分桜井さんに引っ張られてるんですよ。なるほど。結構。桜井がペースメーカーになっていて。そうですね。ドラ表示牌打つならパーソーになってしまうか。普通そうで折り回ったりするか。どうでしょうね、ドラなしの手で。回った。お見事。二杯剣牌だから、はい、ちょっと一回、まあ、トーンダウンって感じですよね。四三と落として。まあ、パーソー回りなり引いてきたら、あ、まずはごめんなさい、4万回りなり引いてきたらもう1回考えると。冷静ですよね。うん、今度岡田さんがチート率のイーシャンテンでね、はい、チュンチャンパイばっかりですけど、立村の次には岡田が顔を覗かせているが、パーソーがやっぱり危ないですよね。そうなんですよ。まあ、ただ、あ、重ねた、そう、地層が筋、重ねちゃった。これパーソーあと1、いや、4ヤマでしたよね。だいぶ減りましたね。パーソーあと1、うん、パーソーない、パーソーない、嘘だけ、うわ、嘘が1枚だけ、ほんとだですね。うわ、これはミキさん頑張ってほしい。岡田が追いついてる、チーマン短期、これの待ち替えからのリーチがありそうですよね。はい、単葉チートリだから今ね、積もっても結構打点ありますよね。ありますね、うん、こういうのふっと積もると非常に大きいです。待ち頃はどの辺だろうって今探ってるところですよね。なんかでも桜井さん復活してきたぞ。大きく回って戻ってきましたか、ね、ただチーマンも結構怖い牌ではありますよね、うん、ドラマタギで当たればちょっと高そうみたいな。確かに街を変えるにしても、どん、うん、切るのも大変ということですよね。そうですね、なんかちょっと深くなってきたんで、まあ、変えない可能性もありますかね。あ、危ない、また危ない、あ、また危ない、また危ない、これドラとか引いちゃうと危ない。なん、ドラある、あ、ドラ引きはちょっと、ドラ引いたら危ない、行きたくなるね。だから何回も何回も危ない感じになりますね本当ですね、神様が宝珠へ誘ってくる、盾村を。危ないよ、
てこれピンズ入ってもいきますかね、ドラ受けありますんで。リャムピン入ったらもう本当にリーチまでありそうじゃないですか。はい、順目。おお、積もったらす範囲。右がすぐに失点回復。2004裏ドラはありませんがすぐに8000点開始。これ嬉しいですよね。そうですね。はい。あの最初は漫画上がった桜井さんの親かぶりでもありますし、そうですね、ぐっとね、あの縮めてリーチツモピンフドラドラ2004戦のツモ上がり、さあすぐに原点に復帰です。そしてそのままミキが親番を迎えます。徳島県から本日この会場に、お越しいただいております。代表エリアは四国徳島、御年66歳です。武田さん、あの、はい、年を召されてもこうやって元気に麻雀やりたいもんですよね。いやー嬉しいですよね、はい、しかもこういうあの舞台に挑戦してくださるってことが嬉しいので、はいはい、ぜひ頑張っていただきたいなっていう毎回コメントになっちゃうんですけど、はい、ダブトン統一ですよ。おお、チャンス。ちょっと緊張がね、上がったことでドキドキしちゃいますよね。なるほどなるほど、うん、さあ三木親番ダブトン統一、和田はなんちゃでなん統一、統一が全部で4組、ドラメンツできています。縦村、おいいですね、いいですね、うん、桜井もなんか悪くないですね、うん、ん、サンピアンコは嬉しいか、嬉しいか、当然嬉しい。岡田さんはちょっとね打点がつかなさそうなんで、はい、うん、なんでって泣くかどうかちょっと難しいとこですね。なるほど、うん、昨年はね、あのアマチュア最強位シニア代表には宮地さんという、ね、方がね、はい、出られてたんですけど、この1回戦でね敗退してしまったので、うんうんうん、今年はこのミキさんにはねちょっと期待したいなという感じはあります、うん、マンズはいけないんですよね、ドラゴロピンだから。うん、おお、とう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 、桜井さんは狙ってくるかもしれないですよ。桜井は想像いっちゃうかもしれないと、行く可能性もね結構ありますよね。はい、なんか桜井さんねやっぱ佇まいからして強そうですもんね、うん、あの、はい、と姿勢がいいですよね、こう時々この、うん、はい、打ってるこう背骨ピンとしてて、うん、ね、あ飛んでたよ、泣かず、あと泣かない、嘘、え、いやでもね、あのスピード感で声出なかったっていう可能性もちょっとなくはないんですよね。なるほど、あるいはひょっとしたら魚谷さんじゃなくて黒沢さんを尊敬してるかもしれない、うん、なるほど、あのちょっと形悪いのもあるかもしれないですかね。確かに、でもダブトンだからちょっと泣くっていう人も結構多そうじゃないですか。普通は泣きますよね、普通は。これで絶対というか、まあ、まあ次はもう2枚目ですからね。2枚目ですし、まあ頭もできましたもんね、うん、泣きやすいですね、はい、さあターツ選択ですよ、カンウーマンかカンサンソウ。ソーズは今パーソーが1枚打たれただけ、ピンズは9ピンが2枚ほど、ドラローピン、一旦チーマンとかも面白いですけどね、うん、ふわっと、ふわっと決めにくいから、まあ、うん、ここはイーシャンテンキープ、はい、どっちかそう、わーすごいんですけど、きたきたきた、これも切りたいですね、うっそー、すごい切らない、まあほうほう、一通のイーシャンテンってことですよね。そういうことですね、サバ9層2度受け、まあ3度受け、9層から引いて、はい、もうハネマンリーチみたいな感じじゃないですか。数万伸びたらもう一回チーソーパーソーとかっていう感じになるんでしょうか。テンパですね。おズバッと引いて換算ピン即リーチ、マンズの妥協が良かったんですよね。だからそのカーウーマンはちょっと落としたくないっていう意思だったのかなと思いました、はい、筋、この意思は筋ですね。さあ立村換算ピン即リーチいきましたね、迷わずにスパッと、いや、 やっぱり自分もリーチで積もってマンガンをね、はい、あの決めてやろうっていう、まあ、意思ですよね。うん、3品はミキさんにあんこ、あんこ、あ、ただこれでどうだろう、これひょっとしたら出ちゃうパターンありません？3品がどう進みますかね。まずは9品、これ現物ですね、これ出ちゃうパターンもありますかね。ありますよね、わずかに。3品は一応1枚ありますか。これはチーソーが筋、パーソー無筋、1回イーソー、イーシャンテンはキープです。あ、じゃあ食い玉もあるってことですか。かわしも、さあ岡田まだギリギリ手は残しています。桜井さんね、残った形が食い玉にしたらちょっと悪いんですよね。まあきついですよね、なんかロー急走とカウマみたいな。今のはかなり引き気味なりあんそうですか。そうですね、まあ、一応のイーシャンテンではありますけど、
まあ、ワンチャンスか勝負するもあるのか。筋だった。いやこれミキさん危ない。あ、これ危ない。あ、テーバタ。お。カウマイ。馬はションパイ場に出てません。三走ワンチャンスですね。数走3枚見えてます。リーチ。リーチ。いやこれもやっぱりマンズが安いっていう読みですよね。なるほど。縦村さんも桜井さんもすごい場面をしっかり見てますね。こうなると三品が出なくなりましたね。トントンで。カジモさん、日本一のタラレバ男とかやっていいですか。どうぞ。鎮圧上がってますね。なんか掃除いっぱいの気持ちしてましたよね。はい、いや本人もちょっとその感じはしてるかもしれないですけど。はい。まあでもこれでね。ソーズがすごい。ソーズのね。こうなるとミキも岡田もおそらく引くことにはなりそうですね。三品が一枚でカン。おお。さあ、リャンマンのアンカンです。縦村、シンドラが E ピン、リンシャにはパーピン、カン3ピン1枚、カンウーマンは手に2枚、手に2枚、場に0ですね。2対1、決着はあるか。ウーマンが減った、1対1。打点的にはお互い十分ですからね。そうですね。序盤の大きなヤバマとなっているでしょう。ミキさんもよくあのスピードでついていってますよね。本当です ね、はい、結構すごいことですよね。はい、簡単そうにやってますけどね。お見事です。スモッタラス、はい。イーマンどうだ。イーマンは貯めてる。2004世1枚いましたね。リーチスモタンヤドラ裏、2004世のツモ上がりは縦村です。縦村は東北エリアの代表ですね。森の都の攻撃野郎、生まれも育ちも東北なので、今回東北を代表して出場できることを本当に誇りに思っていますと、地元への愛情が強いですね。ただなんか最近までこの関東の方にいたらしいんですけどね。はい、はい、はい。猿川さんとファイナルで対戦したいですと、さあその縦村がツボ上がって、瞬間的ではありますがトータル首位に出ています。トンの4曲です。親は変わって岡田、北海道から来ました。今日評価は知りませんが、多分昨日でしょうね。昨日でしょうね。3曲連続漫画でしたね。ねえ、漫画祭ってことはもう一曲来ますか。お、これもちょっと面白い。いきなり役満になるか。いいですよ。ドラが吐くなんですよね。ドラが吐く、ここは数層、ここにも吐く1枚、ただ手はターンヤン OK だ。ミキ二メンツありますね。そうですね、はい、うん、みんなそれぞれちょっとよしあしあって面白い感じですね、うん、お、動いた。急走のポンから発進、両面切りましたね。積極的ですね。トイトイダッシュですね、うん、トイトイですね、はい、さらに初も泣けた。そして両面ターツを払っていく。ポン、うおー、リズムよく。裸短期まである。いやこれ4センチ脳天ですけど、他から見たら怖いですからね、はい、怖いですね。自敗とかはやっぱ切り出しにくいと思いますよ。しかも両面払ってるわけですからね。そうですね、はい、まあ、相当形できてると思います。おー、トン勝負してた。そのトンを桜井が仕掛ける。こっちは白短期狙いっていう感じですかね。白切るまでやります。いや、もう中にすっぽり入れて、はい、まあ、おそらく関数マン2つ払ってって、はい、ドラ短期で勝負っていう感じですかね。そうですね、まあ、関数マン、あの、数万さんも落としなんで、はい、まあ、3455とかからあんまり初手から切らないので、はい、3万馬は比較的通りやすいですよね。そして岡田も親番、ここは引けないとチュン切っていきましたよ。ミキさんもいいシャンテンなんですよ。一気通過いいシャンテンですね、うん、ここは引けない岡田和真、いいシャンテンだ。チー、カンせずだ。あ、本当だ、うん。そしてそれが桜井チー、これどうですか大谷さん。いや、カンをしたらチーはできないわけですよね、もちろん。そうですね、ただ正直、はい、このまだ脳天からカンって相当怖いじゃないですか。普通はしないと思います。そしたら相手も、はい、あれ脳天なのかなって思うんですかね。ちょっとね、弱くつっちゃうんで、そのビンビンしてあ、テンパ、タンキ、これ縦村ハク出る可能性ありますよ。なんか重ねたり、はい、怖いですね。何は重ねたくて残してるわけですもんね、もちろん。そうですね、重なったらやっぱ勝負に行きたくなりますよね。行きたくなりますね。白は2枚ある。うわ、これどっち行く。白、桜井もういきなり上がり、あ、延べ谷はせず、もうこのままでしょ、はい、うん、
竹村さんもやっぱりテンパイかもしれないと思ってると思うので、ハクで打ったら、あーこれはおから終わっちゃったか。ここでハクで打ったら1万2000円ですもんね。そうですね、うん、大体のパターンで、まあ、手に瞬通があって白短期ならっていう時だけですもん ね、はい、ね。いやミキはまだまだ伺ってる。おあ白短期ありますね、うん、これでリャンマン3層でね、うん、3層。ただリャンマン打っといてイース層3層引いたらどうするかですか。引きたくないね。いや引いちゃいそう。いやでも相当怖そうではありますけどね。2人が仕掛けてるわけですもんね。そうですね。立村は急走ポン、初ポン、パーマンポン、そして両面ターツ落としがあります。桜井はトンのポンに続いて急走が両面チー、7、8、9でチーです。ただやっぱり1回勝負なので、はい、どこかで勝負に行くって考えるとここになるかもしれないですね。親っていうのも込みですよね。込みですよね、はい。うわーうまい、全員白だ。元気だ。ありますよ1枚。これで立村さんは白切ることなくなった感じですね。うん、そうですね。いや岡田よく追いついた。あのペイアンコにしたの大きかったですね。ただミキさんも追いつくかも、ね、パーピーは一応筋、そう現物の数万切っていいシャンテン。3ピンがちょっと2枚飛んじゃったんでね。トーンダウンか。うん、で桜井さんは宣言杯3層が暗黒なんでいつでも下がれる、うん、下がる可能性はありますね。6球満通っててサブローマがワンチャンス切っていく。どこ行く白、白よどこ行く。で数ピン2枚ありますよこれ。そうなんですよね。建物も白短期ありえる、ある、はい。数ピン出てポンします、どうしましょうね。白短期がすると思うんですけど、まあ、ポンしたらはいしますか。じゃあしてもいいんじゃないですか、はい、3人白短期で勝負ですもんね、はい、頭取りですからね。もうやっぱり無茶なことちょっとどっかでやらないとっていうのは多分頭の中あると思うんで、はい、っていうことはこっちに数ピン来るかもしれない。そうなんですよね。パーピン筋、パーピンは切れそうだが切っていく。9ピン勝負の構え、ワンチャンス。ミキさんもいいですよね。なんかあのすぐ降りずにちゃんと形を残して、粘ってるね、はい、うん。さすが魚谷さんと朝倉さんのことを尊敬するだけありますよ。9ピンはいいピンになるか。リャンピン、リャンピン、あの自分から前にあっペン、ハンダ、これ宝珠ないですからね、こっちから見る限りは。ハクあるかこんなところに。シンドラいいピン、あっスピンだ、泣かない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 、いやスーピンが現物になってる。スーピン今スーピン下も1枚ある。スーピン1枚あるよ。積もられてた。あテンパった。これスーピン待ちじゃん。スーピン待ちだ。スッチピンだ。闇。そっか今通ったから。今通ったから。あこれそしたら縦村スーピン切りがあるよどっかで。うわ積もった。すごい泣かずだよ。スーピン泣かず。すごい。いや泣いたら桜井さん上がってたしね。白短期積もって。そっか。すごい。すごい。いやースーピン泣かず。いやー泣いちゃう。泣かずに手を伸ばしたその先には白、その先にはスーピン、うん、まさか白は桜井のツモ、そしてそのタイミングで追いついたミキ、うん、ドラ短期に持ち込んだ岡田、うん、名曲じゃないですか。いやすごい、すごい、すごかったですね。すごい